はい、どうもこんにちは。今日はこちらをご紹介していくでの。よかったら最後まで見てってほしいの。今日前のランチ内はランチ内やけど、今日はひってもに遅くなっつんだよ。ひってもに遅くなっつんだ。忙しくての遅くなっつんだけど、どこに行こうかなと思った時に、以前にの視聴者の方に教えていただいた、そんな店舗様に今日行ってきましたっていう動画やわ。こちらの通りを通る時の、いつも気にはなってたんて。気にはなってたんやけど、今回のようやく行ってきたわ。やで。よかったら最後まで見てってほしいし、こちらの店舗様の老舗の洋食店やで、多分の知ってる方、知ってもいるんでねんかな、と思うで、今回恐竜さん行ってきましたっていう動画、よかったらお付き合いしてください。それでは行ってみましょう。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。
はい、どうやったかの今日はのこちらの今週のサラリーマン定食、鶏の唐揚げとジクセル、ひってもに美味しかった。こちらのこのセット930円やぞ。ひってもにコスパ高いの。ひってもにコスパ高い。やで、もう恐竜さんお腹いっぱいになっつんで、お昼から眠くなっつんだ。お昼から眠くなっつんだ。やでの、お腹が減って定食ががっつり食べたい方は、ぜひのレストランサンサワさん行ってみてほしいよ。行ってみてほしい。一人で行くのもいいし、ご家族で行かれるのもいいと思う。そんな素敵な店舗様やったわ。あとの、恐竜さんの動画を見ましたって言っての、視聴者の方がコメントいろいろいただけるんやけど、手もに励みになってるで、ぜひの皆さん、コメント書いてってほしいの。あとの、チャンネル登録もまだな方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録もしていただけると、こちらも励みになるで、ひってもに喜ぶで、よろしく頼むの。ほんなら、まだちょっと動画あるで、最後まで見てっての。じゃあの。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、すみません。ごちそうさまです。ごちそうさまです。よろしく頼むぞ。